米粒を残したら本当に目が潰れるのか。これ米粒残して目潰れるかと思って。腫れてるね、ちょっと。なんじゃこれ、メッパ。隣にいるの見えてます？ここにお釈迦。やばいかもしれん。ガチ。危ない。これ閲覧注意かもしれないです。いきますね。どうも、花子です。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、今回やっていくのはちょっと検証なんですけど、米粒を残したら、本当に目が潰れるのか、これ検証していきたいと思います。ありがとうございます。ちょっとね、いろいろ昔から言い伝えと言いますか、迷信と言いますか、そういう感じで伝わってきて、で、皆さんも一度聞いたことあると思うんですよ。僕もね、よく昔からばあちゃんとか、いろんなじいちゃんとか、いろんなばあちゃん、言われてきました。米粒残したら目が潰れるよって。だから残しちゃダメだよって。子供の頃はね、そう、もう結構言われて、まあ、嘘つけこのクソババ。思ってはいたものの、やっぱりまだ小さい時ですから、本当に潰れるんじゃないかなって思う心もどこかにあって、で、やっぱり残さないで食べようっていうことで食べてたんですけど、ちょっと今になって、さすがに米粒残して目潰れるかと思って、え？と思って、ガチ？いや、そんなわけあるかと思って、見たことありますか？米粒残してる人で目潰れてる人。なくない？いる？僕はないんですよ。だから信じられないの。その恐怖を与えつけてるだけだと思うの。残したら目潰れるんだよって嘘だけど言って食べさせるみたいな。本当は潰れないんだけど、みたいな。まあ、でもちょっと実際やってみないとわかんないんで。まだ明るいです。ちょっと曇ってるからね、ちょっと暗く見えちゃうんだけど。まだまだ夜ではないんで、昼飯食べていきます。さあ、行くぞ！よし！いただきます。うまっ！ということでね、ちょっと。そうなんですよ。これが僕のいつもの昼食セットって感じですね。ごちそうさまでした。いや。ということで、ちょっと今回一粒だ。え？ずっとついてた？米粒。言ってよ。分かってたら言ってよ。なんで言ってくんないの？とりあえず昼飯終わったんで、どうしようか。じゃあ、今のところ腫れてる？目、どうですか？どうですか？腫れてます？自分では全然腫れてる感じは今のところないです。正直。腫れてない。腫れてないね。これがちょっと時間経ったら腫れてくるのか、それともやっぱりそのまんま腫れないのか、今のところ無事です。やっぱり都市伝説的なことなんじゃないかな、実際。じゃあちょっとやることもないんで、昼寝しようかなと思って、そろそろやっぱりご飯食べたら眠くなってくるし、これがないとダメなんですよ。首動かすと悪化するから。それではちょっと寝ます。おはようございます。何時間寝た今。2時間くらい寝ちゃった。結構寝たよね。どうですか？約米粒残してから約2時間。腫れてる感じあります？若干かな？正直気のせいかな？気のせいかもしれないけど、若干右のまぶただけ重たい感じはします。正直。ちょっと鏡で。腫れてるね、ちょっと。腫れてない？完全にこっちのまぶた落ちてない？まっすぐ。わかる？ほら、結構下がってきてるよね、まぶたね。なんじゃこれ。メッパ？メッパってあったよね。メッパ18って。
そんなんなかったっけ？いや、でもなんだろう、多分寝すぎってこれぐらい腫れることってあるじゃないですか。泣いたり寝すぎたりしたら、まあ、そこまで気にするほどでもないのかなとも思います。なんでちょっとまた夜ご飯の時間になったら、夜ご飯でまた米粒残して2回目ラストですね。次、ラストの検証していきたいと思います。ここが僕のアナザースカイ。さーて皆さん、お待ちかねの夜ご飯の時期がやってまいりました。今日の夜ご飯は何でしょうかということでね、皆さんも結構気になってるところではあると思うんですけども、今回用意した夜ご飯こちら、ドカン。一緒です。何か言いましたよね、昼ご飯の時もこれがあれば十分だって。僕は髪の毛入ってる、髪の毛入ってた。いただきます。うん、朝昼晩毎回やっぱり味も一緒なんですよ。こうなってくると、うまっ、若干腫れたでしょ、目、右目。だから本当かもしれないと思ってちょっと怖くなって調べたんですよ。ネットで調べたら、あのね、やっぱり確かに昔からお米を残すと目がつぶれるっていうのがありまして、お米にはね、なんか三大神みたいな、三体の神がいるみたいで、で、この三体の神が残すことによってなんか怒ってちょっと天罰を下すみたいな感じらしいです。だからもう僕が今戦ってるのは神、神対神、天才 VS 神みたいな、ちょっとあの次元が違う戦いしてます、人間界とは。隣にいるの見えてます？僕のここにお釈迦。お釈迦様。多分普通の人には見えてないと思うんですけど、僕クラスになると、やっぱり神と戦うくらいになると、なんか悟空とか、そうですね。悟空とか見えてます。神なんで、もうあれ。ビルス様とかも。ごちそうさまでした。あー、食った。あー、もう結構腹苦しいわ、やっぱり。寝て、時間潰して、朝起きた時にどうかってことでいいんじゃないですか？それが一番分かりやすいと思うんで、うるさくしないでよ。うるさく。眠りの妨げになっちゃうから。眠りの妨げ。やめてね。来るよ。眠りの妨げが。やばいかもしれん。ガチだ。ちょっと待って。お前。マジでやばいぞ。あのですね、今ずっと寝てたんですよ。で、まだ朝じゃないの。2時半。夜中の2時半なんですけど、ちょっとあまりになんかおかしいなと思って、目がぐわーって熱くて、焼けるように熱くなって、ちょっとやばいと思ってパンって起きたんですよ。起きたら、右目がすっごい違和感で何にも見えなくて、で、ちょっと今呼んだって感じですね。今その状態です。ちょっと僕もまだ見てないんですけど、鏡、ちょっと見てみていいですか？え、ちょっと怖い。え、やばいかもしんない。ちょっと待って。もうこれ見せた方がいいもんね。検証結果が、やっぱりこうなったってことなんで、ちょっと見せますね。これ閲覧注意かもしれないです。ちょっとそういう系が苦手な方は、ここで動画ストップしてください。これ結構ガチですね。ガチで僕も今焦ってます。いきますね。いきますね。ちょっと待って、ガチわかります？皆さん。完全にいかれたよね。目、右目、お釈迦様に完全に右目持ってかれましたよね。ちょっと待って。これだよね、やっぱり。残したからだよね。治った？見えないけど。あー、マジ、ちょっと待って、ガチだ。人間って二つの目があるからこそ、片目でも物自体は見えるんです。ドアノブがここにあるっていうのは見えるんですけど、二つの目でこの距離感を測ってるんですよ。距離の感覚。一つの目だと本当に感覚がわかんないの。ここにあるように見えてるんですけど、ほら。だからね、こういうことが本当実際に
あるんですよ。わかったでしょ、これで。皆さんもほんと気をつけてください。米粒残すと、ガチで、こうなるんですよ。もうこうなっちゃったらもう笑えないでしょ。さすがに。もう取り返しつきません。手遅れです。なんで皆さんもこうなる前にしっかり、もうどうしてもお腹いっぱいでね、食べれないっていうことは誰にでもあるんですけど、それ以外は、しっかり残さず食べるっていうことですかね。こうならない予防法としては。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。本当にね、皆さんもこうならないように気をつけてください。じゃあの。